ンポン。バーイ。プル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 。バーイ。なんやお前。ほら見て、赤ちゃん可愛い。お、せやな。なんか私ってよく赤ちゃんに見つめられる時が多いんですよね。そうか、気のせいやろ。いいや、見つめられてるもん。絶対見つめられてるもん。何お前。きっと先生の母性あふれる神々しい女神のようなオーラに惹かれてるんでしょうね。まあ他の人が見つめられてる理由はそんな感じだろうけど、お前に関してはただアホっぽいと思われてるだけやろ。やっぱりこの可愛い顔が赤ちゃんを引き寄せるんですかね。聞けたら。じゃあ先生が赤ちゃんに好かれているという証明をしましょう。ほほう、どうやって。赤ちゃんが必ず泣き止む鉄板のあやし方を披露しましょう。ほう、そんな言うなら見せてもらおうか。行きます。はい。いないいない。まあ泣きわめくはやめろバカタレ。うん、まあ完全にレスピタロ。うん、えらい溜めるな。あ、怖い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 。ピンポン。何をうなっとるんや。あ、あかりちゃん。いや、実はこの問題がわからなくて。なんや、勉強してたんか。どの問題や。これなんですけど。なになに。以下の対義語を述べよ。生きろ、そなたは美しい。難しすぎ。いや、こんなん知らんがな。でもこれ宿題なんです。誰や、こんな問題宿題にしたアホは。こんなん真面目に解かんでもええ。ネットで答え調べてみーな。この告白人そこまで言う。まあでもらちが開かないので調べます。最初からそうしたらええねん。ありました。お、あったか。答えはなんや。生きろ、そなたは美しいの対義語は、シネブス。辛辣、ひどすぎやろ。もっとオブラートに包めや。第2問。痩せ我慢の対義語を述べよ。知らんがな。答え、デブ。大暴れ。なんかすごそう。第3問。アウトオブ眼中の対義語を述べよ。もうしもやろそれ。答えは、インザ花の穴。汚えな、個人な。第4問。週刊少年ジャンプの対義語は、もうええわ。答え、月刊老人スクワット。健康的。ピンポン。おー、任天堂さん、ポケモンおうちに、ポケモンを貸してくれー。ん、香川くんか、どうしよっかなー。そこをなんとか。ん、じゃあ、これね、ヤドン。なんでや、いやいや、香川と言ったらヤドンしかないじゃないですか。なんでや、うどん、ヤドン、流れかい。でも、結構よくありませんか。ヤドン、ん、どうなんやろ。はい、これ商品ね。むむ、意外と可愛いやんけ。ちょろすぎピーポーわろたまる。しまくぞ。ちなみに他の剣もあったりするんですよね。そうなんか。うちにもポケモン貸してください。ちょくちょく剣が懇願しだすのなんなの。え、君どこ、全然知らないなー。なんでここの任天堂さんはちょっと生きってんねん。そんな君にはほい、 EV めちゃめちゃええやんけ。でもなんで EV なんや。イブ好き、イブ好き、 EV 好き。はい、 EV ね。それでええんやろか。ほい、普通に可愛いな。チョロバルパリピワラバンビ。どういうことや。北海道はでっかい道。間髪入れずにうるせえな。私にもポケモンくださーい。やかましいわ。おー、でっかい道くんか。北海道な。君にはこの子を貸してやろう。ほい、ロコン。おー、これまた可愛いの来たな。アローラのロコンがいい味を出してますね。これは人気出るやろな。北海道さんも北北や北竹に。うるせえな。ワイにもくれごわ。うん、岩手くんか。そうだな。じゃあ岩に行って。石つぶてね。え、石つぶて。まあ石つぶても可愛いと思うけどな。そうですね。ちなみにどんな感じなん。ちょっと気になるわ。こんな感じです。足の透明表現おかしくない。